対決猫ブンブン。え？で何？何が始まるのこれ？なんかスタジアムっぽいけど。なんか出てきたね。ああなんかリング勝手に組まれた。なんじゃこいつ。これが猫ブンブンってやつか。めっちゃブンブンしてる猫が。だから猫ブンブン。まあ簡単ですよね。今クッパジュニアも芝居取ったね。容赦ねえな。一応部下でしょ。いいの？お父さん以外には容赦ないね。いやお父さんにも容赦ないわ。まあ、どうであれ助けてくれたらこっちからしたら助かる。うわステルスモード入ってるわ。バレッバレやけど。ひたすらに逃げて。はい疲れたところ。しばく。まだ終わらないんだ。長いな。無駄に頑丈やね。バカなの。これももう適当にジャンプしてたら避けれるよ。はよもう回れや。お前の回り待ち疲れ待ちやこっちは。あははは。回ってる最中も芝居てる。あお前が倒すんかい。とどめあまりよりやらせろよ。ずるないあれ。回ってる最中こっちは突きかづきようないよ。上からじゃないと。でもこいつはこれ乗っとるからね。なんとでもなるわな。勝手に倒しやがった。面白くねえ。手応えゼロだわ。まあまあ助けるで、これぐらい助けてくれるからね。かなり助けるだったら、ほんとプレイヤー何もしなくてもこういう敵倒して終わるよ。それはそれで面白くないから、やっぱこの難易度でやるのがいいな。クッパジュニアの助けはあんま必要あらへんわ。あら、なんか出てきた。あそこまた猫社員あるんちゃうか？行けるようになったのはあそこや。で、ウサギがいる。またでっかいウサギやね。あの輝き。おーおーおーおお、水面走ってる。どういうこと？めっちゃ走るやん。追いかけてぶっ倒せってことか。急に始まった。またんかい。意外に早いというか。うわお前このタイミングでクッパとかマジかよ。割るタイミング。はい追いかけて倒さんとやべえわこれ。すばしっこいし、なんかブレーキも効くしで、あいつ乗りて。あいつ乗れたら簡単やろね。うわ来た来た来た。ののの。あーそのタイミングでそこに来んなや。クッパの下級でこいつ殺してくれへんかな。それが一番便利だよ。あーよかった。ようやく追いつけたわ。キャットシャイン、北のウサギを捕まえて。なんであんな位置にウサギいんのかなと思ったら、このためだったんやね。帰れ、お前何しに来たんだよ、鬱陶しいタイミングで。何の役にも立たなかったわ。逆襲、猫プンプン、え、またまたなんかどうやら出てきたっぽいっすよ。まただ。あ、この前のと違う。誰お前。お前どちらにせよ倒すだけやけど。あーこれめんどくさいパターンのやつやな。本物ドイツや。あこいつか。あクッパジュニアがいきなり本物見つけて倒してたわ。さすが部下のことは全部知っとるね。ただお前頑張りすぎやわ。さっきからもっとマリオをやらせろ。楽しかねえんだよ。ほらクッパジュニアがすぐ答えのもと言ってくれるんでね。あっちゅうまん倒して分裂する意味ないよ。分身する必要性が全くないというね。全部バレとるやん。よかったこんな簡単にここ2つ目のキャットシャイン再びゲットだぜ。え決闘猫ブンブンまたかい。このシリーズ何歩ほどあんねん。次3度目。めちゃくちゃ弱っちいから何度もやりたい敵じゃないんだけどね。なんか毎回ちょっと違くない？覚えてねえわ最初のやつ。こいつだったっけ最初。ドイツが最初のやつか覚えてない。まあ、どちらにせよ、あの、あ、うぅ、下からトゲ出てきてる。鬱陶しいぞ、これは。猫ブンブンより下のトゲの方が鬱陶しいわ。お前は別に強ない。お前はな。これ下気をつけんとな。まあ、どちらにせよ、下さえ気をつけておけばいいのね。順番に出てきてるしね。めちゃくちゃ簡単な話だもん。また来る順番になったらジャンプして、あ、こうやって。でこの間あいつ無視して。あなんかいる。なんかめちゃくちゃ増えてないね。お前も影分身の術使えるのか。終わった。あ終わったね。今回クッパジュニアの助けいらなかったね。いやもうそんなコインも必要あらへんから、ぶっちゃけ猫社員も出さんでええわ。それに見合う努力はしてないから。もっと他の時出してほしいな。まあもっと達成感あるよ。さすがもう終わりでしょ決闘猫ブンブンこのシリーズ。もうやる必要もねえわこれ以上ね。無駄な積み重ねだよ。あ、よし取れた。
猫ちゃんこれでトータル40個目ですね。なんだかんだ言って集めることができたよ。まあ、まだこのエリアあるけどね、猫社員。で、これでギガベルが使えるようになるので、怪物が現れしとき我も目覚める。はよ、目覚めろ。40個も必要あらへんやろ、お前よ。レッツゴー。これで何度目 ?5 度目くらいかな。この姿になるのは。で、このロードが入るのも5度目や。ここまでセットなんでね。巨大化するっていうことは。この間は休憩時間だと捉えましょう。冷静になって、そしてこの先クッパを倒す時間だと。最高。体力多いよこれ。でまた新たな行動パターン来るよこれ。今なんだミサイル的なもん来とったな。わわ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 わ。お前攻撃のレパートリー多すぎるやろ。でどこまで逃げんねん。これ持つことできるんだけど、投げれるってことか。あ、投げてクッパンダメージ与えれるんやな。あの柱みたいな。めっちゃなんかいろいろやるやん。待てよお前。やらせろこっちに攻撃を。すっとめのターンじゃねえかよ。うん、またまたまた、ああ、当たらないように当たらないように。でもこのドリル的なものは利用できるから持って、あいつにぶつけたいんだけど、すごい逃げるんだよね、あいつ。待たんかいボケ。あんな遠距離から火球とかずるいっしょ。すごい距離取りとなってるよ。なんか爆弾的なものも来てるし、全然お前の元行けねえ。また逃げるんちゃうのあいつ。ちょ待てよ、ストップ。もう中央無尽にどこ行った。感度が追いつかねえ俺のプロポン。あー、この距離ならいけるな。すぐ詰め寄っていかないとまたこいつ新たな攻撃してくるから。オラ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 ノー。すぐすぐすぐ。What? OK? さすがにもう終わりかな。なになになに、何立ってんの。あ、結局帰るんだ。なんか再びバトルかなと思ったら、結局帰るパターンは変わり映えないというね。ずっと同じことの繰り返しやわ。まあでも確実にダメージは与えられていってるんで、いずれクッパを元通りにすることができてストーリークリアになるんかな。お父さん本当どうしちゃったんだよ。次に会うのが怖くなってきた。今更かい。すげえ雨降ってるけど、え、問題解決した後じゃないの。なんでこんな雨降ってこんな BGM なってんの。おかしくないこの状況。だけどもう少しでなんとかなる気がする。クッパジュニア伝えたいようなこの雨風の中。なんかボード出してね。で次50個必要になる。ギガベル必要。え、で何なのこの状況。なんでこの状態がずっと続いとんのか。クッパは撃退したからもう終わりじゃないの一旦は。